ちゃんくま、アイゼン釣れた。ねえ、アイゼン釣れたんですけど。ここに落ちちゃった？いや、あそこに。全然気づかんかった。あリリースしようかと思って。ほら、アイゼン。戻ってきた。気づかなかったの？さっき気づいた。気づかないでしょ。全然気づかんかった。危ないよ。それ左も緩んでる、めっちゃ。もうブカブカだよ。はい、ということで今から観音岳ここですね、はい、に向かっていきます。チャンネル登録もさせてもらって あ, ありがとうございます。なんか、はい、動画見ていただいてみたいです、はい、今楽しませてもらって ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃクオリティ高いですよ。いや、そんなことないですよ。全然なんでチャンネル登録数がもっといかんのか不思議。いやいやいや、はい、ドローンの撮影がすごい綺麗ね。めちゃくちゃうまい。完全に趣味なんですけど、ね、めちゃくちゃ上手だから。本当ですか、ありがとうございます。今日はちゃんくま初めて厳冬着テントワークなんで。ちょっとパニクってましたけど。パニクって切ろう。めっちゃ綺麗ここ、すごいいいね。富士山最高や。でかいね。なんかでかい気がする。あれ観音岳だよね。全然歩いてないんだけど。全然進んでないんだけど。なんでこれ、これ疲れてる感じじゃないの。してるしさ、撮影で。あ、いやいや、その終わってからよ。ああ終わってから、まあ、結構歩いたつもりだったでしょ。全然だよ、これ。だからバテてんだよ。最高です。北岳でげえ。てか、あれよく登るよね。すごい登り方。はい、あともうちょっとで加納岳。あ、そうだ、八ヶ岳がこっちから見ると立体的です。はい、発見です。はい、ちょっと猫は曇るんで買いますが、バークラバに買いますね。お、ちゃんくまかっこいいじゃん。富士山でかいな。なんででかいんだろう。北岳がでけえな。なんか山がでかくない、全部。なんでこれ、火が上がるとでかく見えるのかな。誰か教えて。もうすぐ観音岳山頂なんですけど、ちょっとの登りでも昨日のダメージすごいね。きついです。あーしどい。はい、富士さん、チャンクマ無言。あー、そうそう、はい、これかな、看板。あの時山頂着きました。2840。あ、そんなあるんだ。疲れたな、これ。やばいな、富士山でかい、綺麗。休憩しようか。ちょっと休憩します。よいしょ、よいしょ。こっち来る風あるけど、めちゃくちゃ見晴らしいよ。はい、パノラマでございます。イエーイ、カイコマ。八ヶ岳がすげえかっこいいな、ここから見たらね。赤岳が。We fly around like paper planes, they never know where we will fall.Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are,
今一通り撮影終わりまして、はい、神奈岳山頂ですね。今誰もいないんで独り占めですね。チャンクマはちょっと寒いで先帰りました。はい、ということで、はい、この眺望です。気持ちいい。こっちが富士山で、はい、ノートリアイノ岳北岳の白峰山山かな。はい、千畳ヶ岳、あれ朝陽峰かな。はい、で、貝駒ですね。貝駒ヶ岳ですね。で、あっちに八ヶ岳見ますけど、こっち側の八ヶ岳立体的でかっこいいですね。はい、でさっき言ったあの薬師岳ですね。はい、であっちがあのオベリスクある地蔵岳ですね。はい、めちゃくちゃいい景色が見えてますね。はい、いうことで、でこのままあの今薬師岳小屋のところのテントまで戻ろうと思います。それでは、はい、ここは最高の稜線ですね。あー、綺麗すぎる。これ富士山見ながらずっと歩けるんですごい気持ちいいんですよね。天気もいいし雲一つない。ふぅ、最高ですね。この稜線、はあ、綺麗だ。天気いいなマジで。よいしょ、最高よ。はあ、頑張った甲斐がありますね。ちょっとしんどすぎるけど、これがね鳳凰三山の一番いいとこですよね。この稜線歩きがね、富士山見ながらの。気温は低いんですけどね、太陽設定にあったかいですね。よいしょ、いい、うぅ、気持ちいいね。最高ですね。気持ちいい。最高はね。ふぅ、あー気持ちいい、やばい、最高です、最高。はい、もうバテバテですね。ちょっとまあ降りるだけだからあれですけど、飯食わないと動けないなこれ。はい、最後の薬師岳までの稜線ですね。北岳真正面ですね。めっちゃ綺麗。いつか登りたいな。もうこんなんじゃ全然ない。薬師岳ほぼ戻ってきました。いいですね、真ん中富士山って感じが。綺麗ですね。はい、薬師岳が戻ってきました。あー、お疲れ様です。あー、疲れた。地蔵ですか。あれ、どこ今みんな行ってほしそうだ。行こうかな。行かない。行かない。お気をつけて。風全然ないんで、すごいいいっす。あ、今日日帰りですか。すごい。何時出発ですか。4時。早いな。早いっすよね。僕らもう2泊3日ですね。もう帰りたいけど帰れないですもん今日。いや無理だって。絶対無理だと思うよ。撤収準備します。はい、今日も青いよ空が。先生わかりますよ、帰りたい気持ちは非常によくわかりますけど、必ず冷たて峠、冷たて峠、そう、長いとこで下りだからな。そこ下りじゃん、もう上りじゃないからさ。何を言ってんだっていう、メガネ越しに伝わってくるんです。本当にそうだなと。本当に行くんだなと。やんのか。うん、なんかね、もうちょっと疲れ合ってちょっと。いや帰りたい気持ちが。いや、回復しないと無理だって、体力。飯食った？あ、うん、あの
柿の種を食べてさ、飯食っとか、食っとかないと、うん、よいしょ、そう、いや俺もダメだわ、俺も全然動けない。でももうね、あもう2泊3日にするんだったらもうテントも立てたくないからっていう気持ちないよ。いやだからそんならもう南尾室で避難小屋泊が一番楽かなって思う。いや目先はね、うん、でも帰りたい。いや無理だって、無理ですよ、帰りたいよ、無理ですよ、帰る一人で付き合ってもいいけどさ、途中でじゃあテント張ることになると思うけど、足がボロボロになるよ、腰と腰にくるよまず。うん、まあちょっと片付けよ。うん、はい、今ご飯作ってます。でテント干します。天気いいよ今日、マジで青い、空は青いね、やばいなこれ。昼から曇るんだけど、曇るのかな本当にね。あれどこ行った？え？あ、いたいた、ほらほらほら、それさ、ネズミじゃなくてさ、何？なんか越冬する動物なんだ。もうネズミだろ、どう見たってこれどう見てよ、ネズミじゃん。なんだっけ、なんかさ、もう、ほら、あっち行けよ、ほらほらネズミじゃん、あれちゃんくま、大地に立つ、しょいたくない、しょえ疲労困憊のちゃんくま、長い、今日も長い、今日も長い、うん、今日もお前泣いている泣いている40分なのに泣いている疲労困憊の誠司さんがもうフ動きが緩慢です。あ、今日南尾室小屋でビール飲もう。今日もでかい。息切れてる。はい、今からどこだ、薬師岳小屋から、はい、撤収準備できましたんで、今から南尾室小屋までだいたい40分か1時間ぐらいですかね。はい、ゆっくり行くことと思います。もう2人ともバテバテです。もうちゃんくまのテントを設営したくない病にかかりまして、病気にかかって、はい、南尾室小屋の避難小屋泊まるって言い張ってます。はい、なんか先に予約してもらってるみたいで、はい、運が良ければね、はい、僕はもうテントで泊まりますけど、はい、そういう感じで、それでは出発します。それでは、はい、雲がある北岳もいいですね。今こんだけしか登ってないけど息絶え絶えです。しんどいです。一気に下がってきました。はあ、しんどい。大丈夫かい？大丈夫。やばいな、これ私。タンタンタタタンタンタンって感じね。南尾室小屋戻ってまいりました。はい、さあ避難小屋空いてるかどうか。はい、今南尾室小屋の避難小屋空いてましたんで、はい、陣取りました。ちゃんくまの強い保護により、めっちゃ綺麗ですね、畳、布団も置いてあるし、はい、すごい綺麗ですね。はい、なんか料金2000円かかるみたいなんで、はい、どっか預金箱があるんで、それで、はい、という感じですね。はい、とりあえず片付けしたら寝ます。おやすみなさい。はい、避難小屋寝てたら雪が降ってきたらしいんで、ちょっと見に行ってきます。おお、こんな感じ、いいね。おお、
ブルーアイスとハイパーライトの新しい、あ、でかいやつ。かっこいいな。はい、今から飯食います。シシャモと肉と買ってきましたね。今から行っていこうと思います。今泊まったところでもう今6時ぐらいですけど寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。今何時ぐらい？ 7 時ぐらいか。はい、今7時ぐらいです。今から避難が出てこのまま夜叉神峠まで降りていこうと思います。はい、天気いいですね今日は。イエーイ。はい、避難小屋、陶器小屋ですね。こんな感じです。はい。はい、布団と畳あって2000円ですけどすごい快適でした。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい。そしてなぜか装備が増えている。増えてない。え？装備は増えてない。増えてんじゃんピッケル。あ、優しい。装備は増えてます。一緒に避難が止まってた人がピッケル忘れてきました。はい、そっち会えたらね。はい、ピッケル増えました装備が。あとナルゲンボトルと。はいはい、いうことで、まあちょっと長丁場であれですけどゆっくり降りてきます。それではピッケル分重マジでめっちゃ綺麗。うわすごい綺麗。写真撮る。わあ綺麗。やばい綺麗すぎる。うひょー、やばい。おお綺麗だ。あ綺麗ですね。粉雪が。雪が舞っている。やばい、美しすぎるぞ。はい、いちご大ラットが着きました。あ、ちゃんこの先行ったみたいですね。ちょっと休憩。ほんと綺麗だな。最高の道ですね。しんどいんですけど景色がいいんで結構紛れますね。ちゃんこも寒いんで先行ってるんです。開いた。粉雪が綺麗。足そう。なんかね、日向で休憩してなんか食った方がいいよ。動きが上がらないんだったら食うしかないから。え？先入れといた方がいいじゃん。アミノさんとかもう雪降った後すごいね。歩きやすい。あ、閉まってるからな。うわ、粉雪がすごいね。ベタに歌っていい？いい？あ、いいよいいよいいよ、先言っていいよ。ベタに歌っていいって聞いたんだけど。粉雪？冬が寒くって本当よかった。あ、見て粉雪。え、嘘？やばいな、これは。雪が降った後にやばいやばいな。あ、全部記録残したい。なんか楽勝に降りれそうだ俺今日。テンション高いから。そんなこと言ってるの今だけかな。なんかさ、ザックが短くなってるねえ。
短くなってるザック。え、野菜分、野菜長かったんだ。うわうわだよこれ。綺麗、キラキラしている。いやこれおすすめしたくないけどおすすめだよね。しんどいけど、どう？どっち？あーにおすすめしたら結構大変そうだもんね。これでもしんどい思いした甲斐があるわ。あーマジで綺麗、森が綺麗だな。俺森の写真家なのかな。顔疲れてますな。精神的に。早い。あーこの駅、ふう、すげえ綺麗。これはね、北秘書市が味わえないところですからね。みんな頑張って行きましょう。鳳凰山めっちゃしんどいけど、綺麗すぎて全く進みません。楽しいわ。あー歩きやすい。長かったのにな、ここ大体口みたいな。再び来ただけ、わあ美しい、綺麗だな。空も美味しい。北岳とチャンクマ、これさ後ろから見たらさ超頭でっかいよ。超頭でっかいんだけど、それフードかぶってるとやったかわいそうなぐらいでかいよ。そう、うん、でも確かにね、影で見てもねでかいだろ。いや青いな今日も。いい天気だね、空は。うわ雲一個もないよ上、ほら。うわね、結構きつかったですよね。めっちゃきつかったです。寒かったです昨日夜。テント昨日の方が寒かったですね。え、昨日の方が寒かった。はい、一昨日は多分どうだったんですけど、1日目は一昨日の方が低かったかな気温。うん、そうそう、予報的には。へえ、もうしんどい思いした回あった感じですね。そうですおすすめはしませんけどみたいな。そうなんです。私これ2回目で、1回目もめっちゃヘロヘロだったんですよ、はい、ここ1日目の、うん、同じぐらいの季節。これね、毎回ヘロヘロになって二度と来ないと思うのにまた来るでしょ。多分アホなんでしょうね、みんなね。でも変態なんですよ。変態なんですよ。めちゃくちゃ雪が閉まってて歩きやすいですね。これは早いわ、帰りな。どうしたの？あ、落とした。歩きやすいね。気持ちいいな、涼しいし。つば九郎もさ、うん、もう一回行けんじゃねえか思ってる？思ってる。アホなん？アホなん、うん、なんかね、しんどいのすぐ忘れる。だって昨日だってさ、もう最後さ、うん、俺と組んのやめようって思ってたでしょ。あ、思ってない。思ってないの？無理だって思わなかったの？あ、全然思ってない。あ、そう、うん、むしろなんか助けてもらってありがたいと思って。パニックなってたから。そう。感謝しかないみたいな。へー、私には無理だとか言ってたよ。そう、言ってたもんね。そう、過酷すぎるとかって。あー、いや、でも飯食うだけなんだけどなと思います。杖立峠戻ってきました。あー、ちょっと休憩します。ほらは青い。あれあれやばい、落ちそうだねあれね。なんか投げてみたら。ほらこれはやばいよ。いやー、いい道だな。
登るのあんなしんどかったのにな。これなんて快適なんだ。気持ちいいね、空気が。ああ、そうだね、ここはね。これさ、疲れたらめっちゃ大変よこれ。ペサリン峠が見えてきました。ああ、すげえ、サルオガセがいっぱいあるな、この木。はい、ヤサジンの小屋です。ふう、今日も天気いいな、すごい天気、雲ないね、ほんと今日も。はい、ヤサジンで休憩しました。はい、ここからあと2だけです。40分ぐらいかな。はい、めちゃくちゃ楽だね今日な。2日前だと大違い。会長、そうだ、ま、でもね、ダマになってもこうなるじゃん。よく考えたら楽かなと思って。うん、ダマになる、ね、そう、取れない、そうそう。いや、しかし歩きやすいですね。風が冷たいんだ。あ、車見えた。おお、もうちょっとですね。いやー、初日つらかったけど、これはこれでいい参考だな。本当に空がね、青いんだよな。何かどうなった、青くなるのかな。お疲れ、誰だ。ああ、ヤシャ人からがちょっとだるかったね。ああ、よし、ゴールです。はい、登山口戻ってまいりました。ふぅ、あ、お疲れ様でした。はい、ヤシャ人登山口戻ってまいりました。はい、3日間ですね。はい、初日が薬師岳小屋まで行って避難小屋入れずチャンクマパニックなりテントを立てて寝ました。はい、その時点でチャンクマはもうあのこんな過酷なのは無理だと泣き入れてまして、で次の日はもう南オムロでテント張りたくない病が出てきまして避難小屋泊まると、で避難が泊まりました。はい、で帰りはすごい晴天の中、南オムロから降りてまいりました。はい、この時点で初日のことは忘れてます。はい、はい、もう楽しかったことアホです、アホです。はい、ということですね。はい、はい、教訓としては、うん、寒くなる前に食え、わ、うん、かりました。はい、はい、行動食大事です。わ、はい、かりましたか。はい、テント張っても暖かくはなりません。はい、わかりました。テント張っても暖かはなんないんで、あの食ってください。わかりましたか。昨日の言わず食え。はい、勉強になります。はい、ということで3日間のですね、はい、あの宝山さんでした。すごい綺麗でした。はい、また皆さん宝山行ってくれください。しんどいけど。はい、うん、すごい綺麗です。はい、そういうことでお疲れ様でした。俺らだけだよ、チェーンがっちりついてんの車に、これ全然行きねえし